木地駅は、富山県黒部市吉田麻浦島にある愛の風富山、鉄道線の駅である。1910年開業当時の木地駅短式ホーム2面2線を有する地上駅である。かつては短式、島式の複合型2面3線であったが、島式ホームの駅舎側の線路が撤去され現在の形となった。駅舎は下りホーム側にあり、上りホームへは、 小選橋で連絡している。駅構内には自動券売機、待合室及び便所があり、Wi-Fi の使用が可能である。ただし、IC カード入金用の設備は設置されていない。JR 西日本時代は、富山地域鉄道部が管理するポス端末が設置された簡易委託駅であり、駅務は黒部市に委託されていた。愛の風富山鉄道への経営感後も、 簡易委託駅の形態が維持されている。2017年3月の新旅客案内システム導入に伴い、黒部駅と共通で公共交通の利用促進を目的に黒部ワンコインプロジェクト実行委員会が2016年に制作した公共交通の歌のアレンジが到着メロディとして使用開始された。1972年当時の記事駅周辺航空写真あたり駅における 貨物取扱いは1984年2月1日に廃止された。かつて当駅に接続していた北陸青煙工業専用船は1961年4月から公費約1億円をもって中部建設工業により建設され1963年3月29日に完成した。専用船建設地となった荒股部落においては 当初用地買収への反対運動が行われたが、北陸青煙工業が部落に通ずる道路を整備し、公民館改築のために資金を提供し、専用線建設に並行して農道や用水の整備に努めたことによって土地改良が進み、結果として地元住民はこの専用線開通を大きく祝ったという。1953年10月10日付、 鉄道広報第1254号通報専用線。一覧別表に投駅接続の専用線は記載されていない。1967年7月1日現在における投駅接続の専用線は以下の通りであった。1970年10月1日現在における投駅接続の専用線は以下の通りであった。1983年4月1日現在における 当駅接続の専用線は以下の通りであった。2019年度の1日平均乗車人員は486人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。微光愛の風と山鉄道愛の風と山鉄道線、黒べき記事駅西入前駅。ありがとうございます。